はい、皆様おはようございます。ひーくんです。今日はですね、ちょっと自分にとってかなり秘宝になることがありましたので、ちょっと動画にしてみたいと思います。ですね、いつも尿酸値の薬をね、もらってて、フェブリック錠っていうのをもらったんですけど、ちょっと今回ね、この尿酸値ところが、まあ、かなり下がったんで、この分に関しては結構もう安心してるんですけど、この結果をもらった日にですね、血糖値の方も一緒に測ってもらおうと思って、採血お願いしたんですよ。そしたら採血お願いした日に、お願いしたその次の日かな、その次の日にその病院から電話かかってきて、ちょっと血糖値の具合がやばいっていうことで、ちょっと急ぎで来てくださいっていう報告を受けて、まあ、お店を開けてね、まあ、1時間ぐらいだったんですけど、もうすぐちょっと地元の方に U ターンしまして、で結果がこんな感じなんですね。血糖値の数値が、本当は空腹時で70から、ね、109っていうのが基準値らしいんですよ。で、今ここ見ていただいたら541っていうのが書いちゃって、まあほぼ5倍以上なってるらしいんですよね。で、あとね、このヘモグロビンA1C っていうのがあって、でこれはまあ多分血中のあれなんで、まあ僕も詳しくは分かんないんですけど、パーセンテージが 4.6 から 6.2 っていうことで、これを見る限りで今 13.0 以上っていうことで、まあまだ13で収まってるんだったらいいんですけど、13以上っていうことなんで、正直どこまで高いのかわかんない状態です。で、昨日ちょっと早速、紹介状をいただいて受診してきたんですけど、まあ、本当にこれは自覚症状がない分にまたちょっとたちが悪いような気がして、で一応こう先生にね、いただいたメモなんですけど、この1型っていうのが膵臓のね、機能が下がって、血糖を下げる力がちょっと弱くなったりするらしいんですよね。で、この人によってはそのインシュリンの注射がやっぱり必要になってきたりとかで、こっちの1型っていうのがその家族の家系だったりで、まあ、遺伝性の高いものでなることが多いらしいんですよね。まあ生活習慣もあるらしいんですけど、あとこっちの2型の方ですね。2型の方はもうこの体質改善、生活習慣を変えるっていうことで、まあそもそも の生活習慣ですね、運動してないとか、食事が多すぎるとか、そういうことでこっちの2型の方はなっちゃうらしいんです。で、あとその他の原因としては、この膵臓の方にこの腫瘍ができるって今これ書いてるんですよね。この腫瘍ができるのが原因で、まあこういうふうな数値になっちゃうっていうのもあるらしく、まああとはですね、今ここ、まあ、×になってるのは、まあ今のところその事故でなったりとか、その薬の副作用になってるっていうのが、今はちょっとそれは関係ないみたいです。あれから検査結果が出ました。一応3枚ね、これ紙もらったんですよ。これとこれと、あと CT の写真。こっちの2枚の方は血液検査と多分尿検査の分ですね。とはい、こちらの CT の写真なんですけど、結果としてなんか胆石が多く出てるっていうのと、あとはちょっと
腎臓とかに変形があるっていうのは出てます。膀胱壁、この膀胱の、まあ、内側なのか外側なのか分かんないんですけど、そこの壁がちょっと厚いというのがお医者さん の、 あの見識で出ました。あとはこっちの2枚の紙なんですけど、ここに見えるかな、 SC ペプタイドっていう項目あるんですよね。でこの SC ペプタイドっていうのが何かっていうと、あの膵臓でインスリンを生成する際に出てくる副産物らしいんですね。でこの SC ペプタイドの、数値の上限っていうのが 2.5 で、下の方ですね、下限値っていうのは 0.8、 だいたいこの間にいなきゃいけないんですけど、この上限をわずか 0.2 だけ越して 2.7 っていう数値が出てて、まあ、ちょっと高めではあるんですよね。この血糖の数値が今258っていう出てるんですよね。でこの2つの数字を見た時に、このインシュリンが、あの、まあ、インシュリンの注射あるじゃないですか、それがあの実際に必要かどうかっていう数値を出すのに、さっきの 2.7 っていう数字に258、これを割ります。で割った数字が、0.01 で、これにかける100ってやると今 1.0、 まあ 1.04 になってるんですね。だからまあ四捨五入して今 1.1 ぐらいなんですけど、ギリギリこれが1に乗ってるっていうことで、ちょっと今微妙な数値になってるそうです。でこの赤ペンで書かれてるところ、この 0.6 っていうのがもう本当に最低の数値で、あのもうここまでになるともうインシュリン注射を打たないとダメっていう数字らしいです。でこの 1.4 あると、とりあえずはあのインシュリン、まあ、打たなくてもなんとか飲み薬でいけるんじゃないかなっていう数字らしいです。はい、あとですね、このヘモグロビン A1C、 ここの数字が、今 13.7 ですね。この間の13以上ってなってたんで、ここでようやくはっきりした数字が出ました。で、ここがですね、4.6 から6.2 っていうのが、この正常値の数値になります。なんで、今これをね、正直大幅に上回ってるんで、これが本当にあの薬でどんどん下がっていくのか、まあちょっと今心配なところではあるんですけど、まあ食事療法とかいろいろ気をつけながら数値を下げるように頑張っていきたいと思います。ですね、あとまあちょっと補足ではあるんですけど、まあ、糖尿病自体がね、あの原因になるのは、インスリンが不足しているっていうのと、あとはインシュリンが効かないっていう、この2つが原因らしいんですね。まあ、インシュリンで、まあ、不足するっていうのは、あの膵臓の働きがやっぱり下がってしまって、そのインシュリン自体を出せなくなる、または止まってしまうっていうのが、まあ、一つの原因になるって言われてます。でもう一つが、インシュリンが効かないっていうのが、内臓脂肪が多すぎると、その内臓脂肪から出る分泌液のせいで、そのインシュリンが効かなくなるっていうのがもう一つの原因です。あとはですね、これもちょっとネットで調べたんですけど、糖尿病っ
ていうのは実際にアジア人は、まあ、日本を含めてなんですけど、欧米人と比べてそのインシュリン自体が少ないらしいんですよ。なんかもともとその働きが弱いんで、その欧米人と比べて日本人やそのアジア人の人は特にその糖尿病になる可能性が高いっていう話です。なので皆さん、その遺伝とかストレスとか、まあ、疲労とかそういういろいろもろもろの原因はあるんですけど、まあ、まず一つは本当にこの食生活見直してみてください。もうなんか大きく人生が変わってしまうっていう危険は本当に大きくあるんで、こう糖尿病をどうしても避けようっていう人はなんとか頑張って運動と食事のコントロールやってみてください。はい、検査結果はこんな感じだったんですけれども、皆さん今回の動画いかがだったでしょうか。この動画が良かったら高評価、またチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、それでは皆さん次の動画でお会いしましょう。バイバイ。